JYP エンターテイメントの新グループ20がプレデビュー曲 Make You Happy で日本ラインミュージック音源チャート上に上がって熱い人気を立証した。26日、大詰めの幕を下ろしたグローバルオーディションプロジェクト日プロジェクトを通じて誕生した9人組ガールズグループ20は、30日レイジェ、韓国と日本でプレデビューデジタルミニアルバム Make You Happy を発売した。このアルバムには、 日プロジェクトファイナルステージで公開した Make You Happy 虹の向こうへブームブームブームとプログラムの主題歌 Baby I.M.A. Star まで全4曲が収録された。新曲 Make You Happy は発売直後の30日午前1時 LINE MUSIC リアルタイムトップ100チャート1位にランクインした。収録曲 Baby I.M.A. Star ブームブームブーム虹の向こうへが2位、3位 4位を占めてプレデビューミニアルバム全曲にチャートインに成功した。また、今回のアルバムは、30日午前1時、日本の iTunes アルバムチャートのトップに上がった。タイトル曲 Make You Happy は JYP 社長パクチニョンが作詞、作曲した歌で、応援してくれるファンのために、素敵な歌手になって報いるというメンバーの心を表した。ミュージックビデオは、 9人のメンバーたちの生き生きとした爽やかな魅力とカラフルな映像美が調和した楽しさをプレゼントした。また、日プロジェクトを成功に導いたパクチニョンが今回のミュージックビデオにカメオで登場して楽しみを加えた。メイクユーハッピーのチャームポイントは軽快に手を回してジャンプして踊る縄跳びダンスだ。日本で K-POP ブームを起こした TWICE の TT のダンスに続き、 縄跳びダンスがグループ二重を象徴する振付で定着するか期待が集められる。韓国と日本で先行公開された今回のアルバムは、7月1日から iTunes をはじめ、全世界各種音源のプラットフォームでも鑑賞可能だ。二重は JYP とソニーミュージックがコラボレーションして、メンバーの選抜からトレーニング、企画、制作、 マネジメントまで全ての家庭を共同で行った超大型グローバルオーディションを通じて結成されたチームで、マコ、リク、リマ、リオ、マヤ、ミイヒ、マユカ、アヤカ、ニナの9人のメンバーで構成された。チーム名は、様々な魅力と色を持った日とメンバー、ファンを意味するユーが一緒にするという意味とニードユーの意味も込められている。